今日の台所、錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はカワウオの野豊さんに伺いました。さあ早速お話、こんにちは。こんにちは。お話を伺いますのは三田和恵さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。2月も間もなく、終わろうとしていますけれども、どうでしょうか、この時期おいしいものというとどういうものがございますか。コアユの釜揚げですね。ヒウオと言います。ヒウオ、はい、はい、あの琵琶湖にの特産です。あ、そうですか。もうポン酢とかね、あの2杯酢で食べるとおいしいんで、生姜醤油でもいいしね。で骨ごと食べるからもっとカルシウムもあるんです。あ、そうですか。お子たちとか年いった人にはものすごいおすすめです。はい、あの普通の釜揚げとあのちょっと食感違いますよね。違います。つるっとした、はい、はい、それでちょっとほろ苦くてね、あの内臓もあって、そうそう、そうです。一番あのなんか骨粗しょう症の人にはアユが一番いいんですって。そうですか、うん、骨が柔らかいから、はい、それとか、はい、今おいしいものって言えば、あの通り池もろこ、はい、もろこが元気に泳いでますね、はい、これ琵琶湖のもろこって言うてね、かもろこ、あの池もろこっていうのはもう琵琶湖の方で養殖してるやつです。はい、だけどあの味としたら本もろこが一番。本もろこ、これは天然ですね。天然です、はい、これはあの野豊さんのところで、はい、高畑というところですね、はい、馬に、はい、大きいですね。1時間半ぐらい、1時間半、そろとそろとね、形崩さんように、はい、かといってあのもろこっていうのはエラとかね、骨があるから、それをうまいこと柔らかくするという、はい、食べて口に当たらないね、はい、まあ、この季節ならではというものですね。もうこれもあの桜の花が咲く頃、4月ぐらいにはもう終わります。あ、そうですか。終わらへんやけど骨が硬くなるんです。あったかくなると、あの結構ふわっとこう、ね、そうです、当たるっていう感じですよね、はい、はい、そういう、こう季節ならではのものがあのたくさんある野豊さんなんですけども、やっぱりお店の方に何が今美味しいですかって伺って買い物するといいかもしれませんね。そうですね、やっぱりあのその旬のものは一番美味しいですわ。何でもそうですけど、そうです、果物でもお野菜でもね。はい、わかりました。ありがとうございました。いいえ、またどうぞよろしく。